先足堂遺跡は沖縄県南城市にある旧石器時代以降の遺跡。2007年に始まった発掘調査以降、多くの発見がなされ、注目を浴びている。先足堂遺跡は沖縄本島南部、南城市玉城大字前川麻深原202番地に位置するガンガラーの谷にある洞窟内に広がる遺跡である。沖縄県立博物館、美術館が2007年より発掘調査を行っている。先足堂周辺の地質は島尻層群が土台となり、その上を琉球層群が覆っている。先足堂遺跡のあるガンガラーの谷周辺は特に石灰岩層が厚く、由比川の浸食によって洞穴群が複雑に発達しており、有名な玉泉洞とその周辺の洞穴は玉泉洞頸部システムと呼ばれる大規模な洞穴群を形成している。周辺には先史時代の遺跡が多く分布している。有名なものとして、港川人骨が発見された港川フィッシャー遺跡が 1.5km の距離にある。また、グスク時代の人骨が発見された花田釜遺跡、縄文時代晩期の人骨が発見されたガルマン道原洞穴遺跡、約7000年前の南東爪型分度器や縄文時代晩期の石棺墓が発見された武芸堂遺跡などがある。同地の地権者で株式会社南都の社員であった島袋林伸が洞穴近辺で土器や石器などの遺物を採集したことによる。2010年7月から8月にかけて縄文時代の遺物を含むフローストーン層の直下から12000年前の人の拝点とともに石英の石器3点が発見される。旧石器時代の人骨と石器が共に発見されるのは日本で初めてである。この発見には2つの意味がある。人と文化の両方を明らかにすることができる証拠であり、沖縄の旧石器文化の解明につながる手がかりとなる。また、12000年前という年代が旧石器時代の発見と縄文時代の発見の空白期に相当し、それを埋めるものであったことが挙げられる。2013年、沖縄県最古の約8000年前の土器が発見された。表面にヘラなどを押し付けて文様をつける王印分土器とされる。従来、沖縄最古の土器は約7000から6000年前の無紋土器、または南東爪型分土器とされてきたが、この発見により1000年遡ることになった。2014年2月、23000から2万年前の海製のビーズと道具、人骨が発見された。旧石器時代の遺跡から梅器が見つかるのは日本で初めてである。また、同年12月には少なくとも9000年以上前の成人の人骨が発見された。人為的に埋葬されたものと考えられている。2016年に世界最古の釣り針が発見された。また3万年前の幼児人骨も発見された。これは日本国内で山下洞人に次いで古いものである。ありがとうございます。